こちらのモニュメントなんですけど、これはですね、宮沢賢治さんがこの慈恵寮というねところに、高等農林に首席で卒業した時にはですね、その前は寮に入っていたわけです。その名前が慈恵寮ということでね、まあ、それで宮沢賢治のですね、ここに自ら書いたね、そういう、まあ、句がですね、読まれておりますんで、ちょっとご案内したいと思います。はい、まずこちらの方ですがね、これは落葉松の緑薄煙る上田が丘の朝をまだ来て、イラカ輝く南北の、二両に集うマスラオが歴史飾らん慈恵寮とございます。これは宮沢賢治さんが読んだ句ですね。もう一つございます。それはですね、天下りゆくもうわしも翼を止める岩手山ということでね、今のちょうど季節がですね、岩手山に雪型っていうのができるんですが、それはですね、わしの形をしてるんですよ。それを歌ってるんですね。で、次には銀蛇から茶の蟻ですね、北上の流れも遠く水清く映す農林深み緑、ここにそびえる慈恵寮ということでね、宮沢賢治さんはこういう句を残してですね、これを褒めたたえたわけです。はい、ということでね、ここにそういう建物が建っていたというね、寮が建っていた面影がないんですが、でもこの慈恵寮という名前でですね、今も現在別な、ところ近いところにですね、やっぱり岩手大学の学生さんがね、寝泊まりする勉学に励む、そういうところがございますね。ということで、この辺一帯はですね、まあ慈恵の森と言われております。こういうたくさんのね、今木がですね、生えておりまして、すごくね、環境的にもいい場所になっております。このように芝生もねありまして、そして今スミレの花がですね、たくさん咲いております。はい、ここから遠くの方にはですね、宮沢賢治さんの、母校、盛岡高等農林の建物が見えております。